丹波で暮らそう。丹波で暮らそうは丹波に住む素敵な人をお迎えして田舎暮らしについて本音で話す番組です。本日は丹波市氷上町一部のスタジオから小鉄がお送りさせていただきます。今晩のゲストは西野ひろこさん、西野さんこんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。はい、早速でございますが、西野さんはどちらにお住まいなんでしょうか。はい、貝原町北中に住んでいます。はい、いつからですか。約13年前ですね。はあ、ということは、それ以前はどちらにいらっしゃったんでしょうか。はい、阪神館西宮市に住んでいました。あ、それで、何がまたきっかけでその13年前にこちらの方へ。はいはい、主人の実家が丹波にありまして、はい、両親がまあ高齢になったっていうことと、はい、主人の定年退職に伴って入ってきました。はい、あ、ほんなら、まあ、ご主人の実家へ。そうです。まあ、来られたと、はいはい、いうことで、ということは結婚、ね、された時には、まあ、丹波の方の人やいうのは知ってはった。そうですね。まあ、当たり前。それはちょくちょく来てましたから。そうだったんですね。はい、あ、はい、そうですか。ほら、でも、もともと言うたら失礼なんですけど、西野ひろこさんは、どちらの生まれなんですか。生まれは山口県で、はい、ですぐ引っ越しましたので父の関係で静岡に長くおりまして、はい、静岡でほとんど育っております。あ、ほんなん、まあ、いや、関東の方の方が近いかったわけですね。はい、で、まあ、それ結婚を機にこちらの西宮の方へ来られて、はい、ということをやと思うんですけども、はい、その時にご主人の実家へは、まあ、当然来られてますと思うんですけども最初の印象って覚えてらっしゃいますか。とてもいいところだなっていう印象ですね。はあ、日本の原風景がそのまま残ってるっていう感じ、うん、だなって思ったことを覚えてますね。はあ、はい、西野ひろこさんのお生まれになったその山口県と、まあ、長かった静岡県の方が長かったんですかね。そうですね、そちらももちろん山もあるんですけど、どちらかというと海に近い方に住んでいたので、はい、ああ、いや、私からするとちょっと海憧れですね。美味しいお魚はよく食べれたんですけどね、はい、だけど空気はやはり山の中の方がいいと思いますね。うん、そうなんやろか。うん、で、夏も、うん、海遊びよりも川遊びの方が、はい、ちょっと気持ちがいいですね。いや、まあ、それぞれ好き、ね、あるかとは思うんですけども、はいはい、あ、なるほどね。あ、まあ、そういったイメージ で、うん、で来られたところが、まあ、でもどえらい、まあ、言うたらいかんねんけど田舎やった印象ないんですかね。まあ、田舎だなとは思いましたけど、うん、でも食べるものは絶対美味しいと思いますしね。うん、はい、でやっぱり阪神館ではちょっとお高いなと思えるような栗とか、うん、はい、山芋だとか、ええ、ああいうものも、もちろん黒豆もそうなんですけど、うん、こっち来たらもう皆さんくださったりとか、はい、あ、美味しいなって、もう直に、うん、いただいて食べれるっていうことが多いですから、うん、ありがたいなと思いましたね。物々交換ができるっていうのがすごいですね、こちらはね。あ、まあ、確かにね、それはありますね。うん、うん、はい、まあ、そういった点が、まあ、初めての印象、まあ、うん、どっちかというと好印象。いいですね。あ、ありがとうございます。うん、はい、それから、まあ、お仕事の関係で、ね、西宮の方に長く住まわれて、うん、まあ、その定年と、まあ、いろんな関係でこちらの方へ、ね、来られたということですが、
こちらへ来て、ほんなほんだあのね、たまに来るんと違ってずっと住むとなるとまたちょっと違ってきますよね。そうですね、はい。まあ、まずあれですね、車がないとちょっと大変かなっていう気はしましたね、うん、確かに。え、それまでは車は、あ、もちろん運転はしてましたけど、はい、やはり乗ることが多くなりましたね。まあね、下駄代わりというかね、スリッパ代わりでございますのでね、どこへ行くのもね、ちょっとなかなか歩いて行くっちゅうわけにはね、うん、いかない交通事情でございますので、まあ、その辺はちと不便、そうですね、じゃあ不便ですけどね、うん、はい。それからこちらの方へ丹波へ引っ越してこられてからの、毎日の日課というか、今は何を主にされているんですか？当時は姑と姑がまだ元気だったものですからね、うん、畑を一緒に手伝ったりとかっていうのをしてたんですけど、はいはい、まあ、ちょっとパタパタっと2人が病んでしまって、次々、うん、亡くなったものですから、はい、ちょっとその介護の間は畑で仕事とかは教わろう思ってたことがなかなかできなかったんですけど、はい、今は母がやってたことを思い出しながらちょっと畑をいじったり、うん、で本当は母に食べさせたかったものがいっぱいあったんですけど、はい、まあ、それを今送るばせながら頑張ってるっていう感じですね。はあ、西野ひろ子さんはそういった庭いじりとか土の作業っていうのは今までされてたんですか？植物は好きでお花とかは育ててたんですけれども、うん、はい、実際のその農業っていうものは全く知らないまま来ていたものですからね、うん、とても珍しいっていうのもあったし、はい、種をまいて芽が出てくるっていうのも当たり前のことなんだけども、うん、本当に感動したりして教わることがとても多かったですね。農業から教わることが多かったなと思いますね。うーん、ほんなら、まあ、最初はやっぱり初めてということで、うん、面白さ半分、そうそうそう、ワクワク、そうです ね、 ね、うん、なんかね、私はもうずっと小さい時からやってるのでワクワク感あんまりないなんでこんなことせないかんねやとね、常日頃ね、はい、ちょっとネガティブな捉え方をしてますがね、うん、はい、まあ、そういう意味では非常に楽しみなね、うん、ことやったかなと思いますけども、で今は何をなんかこうメインで作られてるものとかあるんですか？今は主にビーツを育てて、はい、そのビーツをちょっと、まあ、長く楽しみたいなっていう思いで加工品に今手を出してます、うん、あら、なんかいろいろとちょっと事業拡大に向けてはるような話なんですけどもラジオをお聞きの皆さんはこのビーツと聞いて、もう、あれやってすぐ分かる人もあるかと思うんですけども、いや、 なんですかっていう人もあるかと思うんで、ちょっとビーツってどんなもんですか？ビーツっていうのは、うん、見た目は赤い株のような形なんですけれども、はい、実際はほうれん草の仲間です。え、ほうれん草言ったら、まあ、上の葉っぱ、はい、が緑のほうれん草ですね。はいはい、そうですね。ほうれん草は根っこ食べませんよね、うん、ほうれん草食べないですよね、うん、でも根っこのところちょっと赤くなってるものを皆さん見たことあると思うんですけど、はい、実はロシアであるとかウクライナの方で、うん、はい、郷土料理でも食べられている赤いスープ、ボルシチ、はい、それの元になってるのがそのビーツの赤色なんですね。あ、でビーツ自体はそれこそほうれん草やから葉っぱのとこは緑なんですよね。はい。ほんで小さな株みたいなのがついてるんですかね。大きな株ですよ。大きいですか？大きいですよ。握り拳大です、うん、あら、結構大きくなるんですよ。はあ。でまた天才糖の仲間でもあるんです。お砂糖を作る原料の仲間でもあるので、うん、ビーツのその株自体はとても甘い
味がします。とても土臭くて甘い味がします。でもちろん葉っぱも全部食べられるんです。ということはその畑に植わってるやつそのまま、まあ、土ちょっと落としてかじったら、うん、甘い。あ、そう、甘いですよ。あ、ほんなまあちょっとあの株とか大根の味とはまたちょっと違う、うん、でもとてもね土臭いんですよ、うん、でもそれは火に通すと、はい、それがあのなくなってくるので、はあ、とても美味しいものになりますね。で葉っぱもほうれん草の仲間だと言いながらほうれん草のようにアクが強くないんです。むしろあのほうれん草よりも食べやすいかなって思いますね、葉っぱもね。はあ、うん、だから捨てるところないんですよ。あ、なるほど。ほなまあ自家で自分で野菜作ってはる人は結構作ってはる可能性高いですね。で割と素人の私でも、うん、あの割と簡単にできる野菜なのでぜひ試していただけたらなと思います。生でも食べれるし、うん、はい、もちろんあの火を通しても美味しいし、うん、天ぷらとかフライにしてもすごく美味しいです。とこづくめやんか、うん、でとても栄養もありますしね。はい、はい、でまあいやそのね売ったる種をパラパラっと、はいはいはい、うん、気楽に言ってますけど、はい、パラパラっと巻いときゃ、はいはい、結構ほんなら株がその大きくなるんやったら割と広めに巻くか途中まあこうねあのちょっとね、まあ、取ってね、うん、はい、するか、まあ、どっちかやと思うんですけども、あのこれちなみにビーツは収穫期っていうのは決まってるんですか、うん、それとも場所によっては年中まあ、周年取れるところもあるんですけど、うん、はい、大体は春巻きと秋巻きの2回があるんですね。ほう、で、3月ぐらいに巻いて夏に収穫するものと、うん、8月、まあ、9月かな、9月ぐらいに巻いて年末取るっていうやり方ですかね、はい、それが一般的かな。はい、まあ、ほなこの丹波でもしやられるんやったら2回、うん、2回巻けますね。で、あの西野ひろ子さんのとこも2回やったんですか。2回巻いてますね。で今ちょうど葉が出てだんだんあの根っこのところが大きくなりつつ今ある状態なので、はい、まあ、これから寒さに向かいますけど年末には収穫できるかなっていう感じですね、うん、はあ、なるほどね。まあ、こんなに美味しくて健康でしかも栄養価もある。そうですね、これはもうやらない手はないですね。そうですね。でご存知の方もいらっしゃると思うんですけど奇跡の野菜であるとか、うん、食べる輸血であるとか、おいおいおい、うん、ビーツをそういうふうにこうまあ、表してるんですけどね、うん、私が一番おすすめだなっていうものは、はい、NO っていう成分があるんです。何ですかそれは。一酸化窒素なんですけど、ええ、それは血管を柔軟にするんですよ。だからすごく若返りの効果があるんですね。あ、それはそのビーツを食べることで、そう、体内でそれができるんですよ。でこういう野菜が他にはあまりないんですよ。それで奇跡の野菜っていうことを、はあ、まあ、ちょっと専門家が言い出してるんですね。うん、だからちょっと血圧の高い人であるとかっていう人たちのには、はい、うん、とても私効果が高いお野菜だなって思ってるんです、うん、でそういうこともあってミネラルがたくさんあるお野菜だしそれを母たちに食べさせたいっていうのがまずビーツに手を出したきっかけなんですね。あ、なるほど。これまたねラジオお聞きの皆さんもこれぜひとも作っていただきたいですね。そうですね。これラジオお聞きの皆さんね結構農家さん多いんで。あ、そうですか。ひょっとしたら作ってはる人もあるし、いや、うん、ちょっと巻いてみようかなってね思ってらっしゃる方もあるかと思うんでね、ぜひ試してみていただきたいですね。そうですね、はい、はい、本日は貝原にお住まいの西野ひろ子さんにお話を伺っております。西野さんの方からですね、
リクエスト曲をお聞きしておりますので、ご紹介していただいてよろしいですか。はい、ちょっと古い曲ですけれども、トニー・ベネットっていう方が歌われているザ・グッド・ライフをお願いしたいなと思ってます。あ、この曲には何か思い出があるんですか。で、このトニー・ベネットさんが実は90も45歳になる方なんですけど、実の親たちと同じ年代の人なんですね、うん、はい、で親がとても音楽好きだったものですから、うん、でしかもこれシャンソンをジャズ風にアレンジした曲なんですね、うん、ですごく好きな歌声なので、はい、聞いてみてください。はい、はい、本日は貝原にお住まいの西野ひろ子さんにお話を伺っております。ね、自宅でビーツですかね、これをね、はい、作ってらっしゃるということなんですが、今日はですねスタジオの方に実はビーツの商品、はい、ね、商品というからにはこれはやっぱり、どちらかで販売されてるんですか。そうですね、丹波市内ですと氷上の直売所と道の駅おばあちゃんの里で、はい、売ってもらってます。あ、ほんならその実際に見てみたい、食べてみたい、はい、試してみたい、ビーツの製品こんなん見てみたいっていう人はそこへ行けばもう手に取ってぜひ見てみてください。ちなみに、はい、お値段聞いてもいいです。あ、値段、実は2種類作ってるんです、うん、主なものは、はい、一つはビーツを使ったケチャップ、うん、で 130g ぐらい入って、まあ、ちょっと高いかもしれないですが920円、はい、でもう一つは、ビーツを使った寿司酢です。だから赤い寿司飯になります、うん、ほら、はい、これも200入って、800円です、うん、はい、なるほど。これでもいろんな、まあ、食卓の色付けにもいいですよね。そうですね、今の言葉で言ったらとても映える食品だと思いますね。とても綺麗な鮮やかな発色がある赤色に染まりますので、うん、はい、でこの赤い色であればあるほど抗酸化力が強いっていうことの証になりますので、はい、ぜひケチャップの方もトマトケチャップとは全く違います。栄養価も違いますし、ぜひ面白いと思うので、で体にもいいので試してもらいたいなって。ということはその赤さが、まあ、トマトの赤さもね綺麗ですけど、またこのビーツの赤さっていうのはまた、そうですね、際立つ、もうほんまにクリアな、そうです、栄養価が全然違うから、はい、鉄分なんかの、ミネラル分がとても多いんですね、うん、だから濃厚な味になります、普通のトマトケチャップよりは。はあ、はい、これはちょっと試してみたいですね。今度、はい、なんかサンテレビの取材が来られたんですかね。あ、そうなんです、急にお電話が入って、はい、4時間かけて、うん、取材してくださったんですが、はい、11月の1日月曜日の夕方5時からの番組で、はい、キャッチプラスっていう番組があります、はい、うん、その中で私の畑から、まあ、ビーツ取ってきて、で、はい、それを食べるところまでのものを、まあ、短くまとめて紹介してくださるそうなので、はい、うん、もしお時間がある方は見ていただけたらありがたいなと思います。あ、なるほどね、11月の1日の月曜日ですからね、はいはい、今ラジオを聴きの皆さん、ね、ぜひとも忘れずに夕方5時サンテレビですね、はい、野号がこれまたね、今チラシ見せていただくとペッパー牧野って言うんですか。そうですね、牧野っていうのは仲良しだった姑の名前なんですよ。あ、で
牧野さんやったわけね。そうなんです。で母と一緒にいろいろと作ったりするのが好きだったんです、はい、で最初母と母がよくあの山椒の佃煮を作ってくれて、はい、よく西の宮へ送ってくださってたんですけど、うん、それが好きで好きで、で私が丹波に入ってきた時に一緒に山椒で商品を作ったんですね。あ、山椒の商品を。お母さんが健在な頃に、はい、山椒の、まあ、佃煮の商品を。佃煮じゃないんですよそれが。あの実はあのタバスコの山椒版を作ったんです、うん、なんじゃそら。なんか山椒のピリリと辛いのにさらにタバスコが入ってるってことですか。あのタバスコっていうのは唐辛子と塩とお酢なんですね、うん、はい、で母と一緒に作ったのは山椒と塩と酢で作った商品だったんですよ、うん、なんか強烈な味がしそうなイメージですけど、すごく、うん、それあのピザなんかにつけて食べると美味しいんですけど、うん、それを考えたのがきっかけで、ジャパニーズペッパーって言うんですよ山椒のことを。はあ。それでペッパーをいただいて、はい、母の牧野をくっつけて屋号にしたんです、うん、ペッパー牧野。それで二人で作って売り出ししてたんです。へ、はい、なかなかその、ね、お母さんも事業家ですね、うん、すごくね手先が器用な人だったんですよ。で明るくって一緒にやろうやろう言ってね、うんうんうん、よくやったなと思いますけど今は。はい、すごいね。それが始まりなんですね。ほんなら、はい、それ作ってるからじゃあビーツも私できるわという、まあいや何でもいけいけって感じですね。で母に食べさせたいなと思ってスーパーに行ったんですけど、はい、ビーツ売ってないんですよなかなか。ああ、で年がら年中ないんですよそれで、はあはあ、じゃあ巻こうかなっていうのが最初なんですね、うん、だからまずはもう家族に食べさせたいっていうところから始まっている今この商品なんです。はあ、はい、なるほど。そこからまあこの発展してきて、うん、でも最初作られたそのビーツの商品と、はい、今の商品っていうのはやっぱりどんどん改良されてきてるわけですか。そうですね、まず4年ぐらい前にちょっと試しのものを作って、はい、お友達に食べてもらったりして、うん、そうしたらみんながもっとスパイス効いた方がいいっておっしゃったので、はい、最初はオリジナルの甘口だけだったんですけど、うん、ちょっとスパイスの調合を変えたり種類も変えたりしてちょっと中辛も作ったり、はい、それで2種類のケチャップを作りました。あ、ほんで、はい、それが今に至って。そうです、だんだん進化してきてるんです。で、まあ、買いに行けば味わえるというぜひ試してみてください。あら、はい、これまたでもこのビーツの商品っていうのは、まあ、巷にはたくさん出てるんですか。ビーツのパウダーとか、はい、ビーツのピクルスとかはあるんですけど、うん、はい、一応国内の中ではこうやって商品化してるところはまずないみたいですね。あら、まあ、へえ、うん、それがちょっとびっくりだったんですけど、はい、はい、私としては、あ、まあ、当然あるだろうと思っていたんですけどなかったんですね、うんうん。でアメリカで一社、はい、ケチャップ作ってるとこあったんですよ。え、それでもアメリカに一社だけあったんですよ。でそれを取り寄せてちょっと食べてみて、はい、味比べしたりして、はい、どっちがいいかなとか、うんうん、いろいろ、ちょっと研究して、で今のこのケチャップに今たどり着いてます。ってことはまあ他に商品がないから、まあ、作ったもん勝ちというかね、これがこんな味やってのがもうね、もう先取りでございますね。全然色も違うんです。アメリカのものはもっとピンクなんです。エリアマンなんか向こうの人の味覚と違うのかもしれないですね。いや、それはだいぶ違うと思うわ。ね、普段の食生活がね、そうですね、違いますからね。なんかドレッシングに近いような、うん、
ケチャップでしたね、アメリカのは。あ、でもまた今後のいろんな改良がね、これまた楽しみな商品ですね、うん、そうですね、またいろんなご意見聞きながら、はい、変えていったらいいかなというふうに思っています。はい、ぜひともね、改良されたお話をね、また聞きたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、本日は貝原にお住まいの西野博子さんにお話を伺いました。西野さん、また次回もね、お話聞かせていただきたいと思うので、また呼んでください。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。